これより会議を開きます。内閣提出児童福祉法等の一部を改正する法律案並びに岡本明子君ほか12名提出、保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等に関する特別措置法案及び早稲田由紀君ほか16名提出、介護・障害福祉従業者の従事者の人材確保に関する特別措置法案の各案を議題といたします。この際お諮りいたします。各案審査のため本日政府参考人として内閣官房子ども家庭庁設置 法案等準備室審議官海老名義行君、子ども家庭庁設置法案等準備室審議官内閣府子ども子育て本部審議官相川哲也君、大臣官房審議官吉住啓作君、総務省大臣官房地域力創造審議官馬場武次郎君、法務省大臣官房審議官堂園寛一郎君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官森剛君、大臣官房審議官里見智香君、総合教育政策局社会教育振興総括官阿比古康生君、厚生労働省健康局長佐原康之君、労働基準局長吉永和夫君、雇用環境均等局長山田雅彦君、子ども家庭局長橋本康弘君、社会援護局長山本真理君、社会援護局障害保険福祉部長田原克志君、国立感染症研究所長脇田隆治君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次にお諮りいたします。本日最高裁判所事務総局家庭局長手島麻美君から出席説明の要求がありますので、これを承認するにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので順次これを許します。川崎秀人君。